はようございます、原田農園です。ピーマンですけど、灌水チューブを入れてないため、毎日水やりをやっています。ちょっと、活着したぐらいからちょっと水を少なめにして様子を見てみたいと思うんですけど、あと、まあ、今回試しているのは、マルチを生分解マルチにしてます。生分解マルチがまあどれくらい持つのかっていうのが、まあカタログ上じゃ出てるんですけど、実際どれくらい持つかちょっとわからないんで、今回生分解マルチでちょっとやってみたいと思ってるんですけど、これで、結構持ちがいいようだったら、まあ、来年ちょっとナスにも使ってみようかなと思います。まだちょっとシシトウの方は、苗が小さくて、さっき水やりの映像でもわかると思うんですけど、まあ、早く、定植した方が大きく早くなるかなと思って、今回ちょっと早めに定植してます。はい、原田農園のニンニクの収穫が終わりました。まあ、サイズ的にはこれぐらいのサイズです。コンテナ2コンテナ分ですね。30メートルの畝で5列15センチ間隔で植えたものが、コンテナ3つ分収穫できました。あとはですね、玉ねぎの収穫も今終わりました。まあまあ大きめの型のサイズで20コンテナくらいあります。まだまあ全部じゃないんですけど、収穫しました。でちょっと乾燥させて、吊り下げる予定です。はい、足で鳴らして、足で鳴らして。はい、今から、灌水チューブを引っ張っていきます。エバフローの灌水チューブを引っ張っていってます。はい、今度は白黒マルチを引っ張っていきます。もう結構地温もあったかいし、日差しもかなり、気温も暑いので、白黒マルチでないと、メロンやスイカの苗が焼けてしまいますので、白黒マルチを張っています。
はい、最後に、防草シート、根間に防草シートを引いて終了です。はい、今日は、外は雨が降ってるんで、今メロンとスイカの埋め立てをハウス内で行いました。数日後には定食する予定です。この動画面白いと思われる方はいいね、評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。